いやー、この前海軍として海賊を倒しちゃったからな。恨み買われる前に海軍やめちゃったんだけど、これからどうすっかな。一応海軍海賊王って称号を持ってんだけど、確か海賊王以外にも結構強そうなやついたよな。4校がいるじゃないか。なあ、ナミさん、逃げないでくれよ。あれ、あっちにもナミさんがいる。あっちにもこっちにもナミさん。パラダイスか、ここは。千葉エルナです。今回はマインクラフトで4校の力を借りて4校を倒していきたいと思います。さあ、どうすっかな、ここから。あ、あそこにいるのはマルコじゃないか。なんか水入ってるけど大丈夫か、お前。助けてやろうか。え、悟った全てを。ああ、動いた。さあ、いつも通り海軍になるか海賊になるかを選ぶんだけど、今回は海賊王に俺はなるということで海賊を選んでいこうかなと。うわ俺も主人公いるって早いよ。まあ、とりあえず海賊になるか。これで海賊になった。で、この世界は海賊とか海軍を倒すとアイテムがドロップするから、そういうのを集めて手短に自分を強化することができると。じゃあ早速狩りますか。最初はあいつ行くか。ここら辺の海賊なんてまあ余裕でしょ。痛い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 。よし、エメラルドゲットした。うわあそこ行きたくねえ。え、何あの夫人。え、大将、ちょっとこれはね覚悟してるかもしんない。いやお前本当に好きだな、この時間帯。もう完全にレギュラー。落ち着く。なんならこの安心感たるやいなや、もう実質俺がトレーブルなのかもしれない。もう4個いるって、もう早え早え。スタンバってたずっと。いや、さすがに勝て。行くか。さあ、殴っていく。うわ、怖すげえ。そして何奇跡の共闘してる海軍と4校の、まあ、ただこうやって距離を取ればいけるかもしれない。いいぞいいぞいいぞ。え、まあ無理だわ。じゃあとりあえず防具を整えてそこら辺にいる海軍海賊倒しまくるか。よし、こんなもんでしょう。海軍海賊倒しまくってアイテム手に入れたぞ。ベリーに飯、あいつらの服。なんかそう言うといやらし。そして6式、これがね最初大事マジで。じゃあ早速悪魔の実取り行くか。あそこにある船に行くと悪魔の実がワンチャン手に入るから、このさっき手に入れたゲップで飛んでいこう。これがマジで強いの。一番強いと思ってるよりこの中で。どんな悪魔の実を手に入れるか気になる方はチャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。あなたの力が今後の旅の活力になります。さあ、ここで到着と。よいしょ。で、ここの扉の奥に宝箱があるんですよ。さあ、当たりがあるからには外れもあるからお祈りです、ここ。さあ、どうだ、来るか。起きたー。見た目はもうまがまがしいな。この見た目もしかしてあれなんじゃないの。じゃあ食ってみよう。いただきます。これは毒々の実だ。で、こっちにも一応宝箱があるから、そっからワンチャン海賊出して戦いたいな。さあ開けよう。多分海賊出てくんじゃないかな。これで使って、え毒々の実2つ目ゲットしちゃった。2つ目はさすがにちょっといらんかもな。仕方ないな。じゃあ地上戻ってそこら辺にいる奴らに八つ当たりしよう。さあ使っていこうか。まずは毒服からいこう。ほい。おー、すげえ。いいね、強いぞ。ロビンちゃんをいじめるな。あー、当たっちゃったロビンちゃん。さあ次は毒蜘蛛使ってみよう。あそこに固まってるからちょうどいいんじゃないか。毒蜘蛛効いてるぞ効いてるぞ。やばい、ゆっくり近づいていてー。クロロボール食らえ。おへー、つえー。いや、これマジで強いな、クロロボール。なんも見えない。ヒドラ使ってみよう。でっけえな、相変わらず。さあ殴ってみよう。食らえっと。あ、ちょなんかすごい勢いで俺のことスルーしちゃったな、お前。なんだ。ああ、水の中入っちゃった。やー、うん、やばいのおるわ、あそこに。めちゃめちゃ大将。じゃあちょっと戦ってもらおうか。フジトラ、まずは毒服から挨拶しよう。さあどうするってんだ。痛いな毒がな。クロロボールもう撒き散らせ、このドロドロの液体を。おい、さっき出した隕石でも撃ってこいよ。そんじゃいけますか。ベノムデーモン。うわー、すげえ。でけえ。くらえ。歩いたところが全て毒になっていく。俺これあれか、もしかしてさっき持ってた回廊石投げたか。だから能力ってこないのか。ならこっちも上等じゃ。え、なんだおい、もしかしてこれは絶対トレーボルじゃん、こんなの。あ、もうちゃんとトレーボルだ。ちっか、お前捕まってやんの、トレーボルに。めちゃくちゃ投げてくる。やべえ、お腹壊しちまうこのままじゃ。使いすぎてる明らかに。一旦ベノムデーモン外してクールタイムだ。毒で死んじゃった。回復してる間にすごいあっけない倒し方しちゃった大将を。本当だったら熱い戦いになっていたところが、この世界で一番強いのって能力なんじゃなくて回廊石の手錠だ。俺が手錠をかけたがゆえに。さあここからが本番だ。4校を倒すために力を貸してくれカイドウ。いただきます。さあ能力も手に入れて今回はミラーマッチといこう。さあ勝負しようじゃないかカイドウ。さあまずはこれを装備しよう。何、ほい。起きた。ボロブレスト飛行。おお、すげえ。ちゃやばい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 。飛行でオッケー逃げる。うわーかっけー。ピーンってなってるわ。ピーンってなんだその顔はお前。さあ上空からどこ行った。いたボロブレス当たってる。おーおーどこ行くんこれ。扱いがかなり難しいんだよね。ひとまずこの周りの敵たちを倒していくか。一旦降りるか。あなんかすごい地面を歩く竜嫌だな。よいしょボロブレス近距離からの。そして自分にも食らってる。食らえたー。それではくんお前大丈夫それ。出れないよちょっと体大きすぎますって。ボロブレスあーベッドがただいまカイロさんやってる。本当にピンってなってる。すごいもう針金でも入ってるもしかして体の中。おいしょボロブレスどうだいいね食らってる。さあこのままもうどんどんいっちゃおっか。これでそろそろ半分切るんじゃないか。いいよいいよ。お変身しやがった。なんでお前そんなくねくねしてんの。俺ピンってなってるって俺が偽物みたいじゃん。いや俺が偽物なんだけど。あどうもどうもはじめまして。あーあーいてー。ちょっと仲良くしましょうよ。同じ竜なんですからカイドウさん。何この空中戦超次元バトル始まってるって。やばい近い。食らうなちゃんと当てれば食らうぞ。こんなこと自分のが食らうのが一番あれかもしんない。強敵かもしんない。どうかでも自分ボロともいく。13食らってるって自分のボロブレスで。うわー食らえどっしあ殴れるぞこれ。おら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 。貧弱すぎるか俺の腕が。それならもうボロブレスで行くしかないな。うわつえあいつエイムいいな。4校に恥じないエイムの良さ。多分能力のエイムとかで決まるんだろうな4校って。さあもう終わりだ。食らえボロブレス。よっしゃー倒したぜ。なんか落ちるか。なんも落ちないか。ただ倒した俺が本物のカイドウだ。食らえチョッパー最低だよ俺やってること本当に。痛いちょ俺カイドウなんだけど。いいのお前らそんなことしちゃって。ちょい痛い普通に痛いです。こんにゃろう食らえボロブレス。あ痛い自分に食らってるよそれ。あボロボロだこんがり焼けちゃった。さあ次はもう今では見られないあの人とあの人の力を使って戦っていこう。力を貸してくれ親父。この白ひげの持つ力を食べれば俺はいただきます。オーケー来たぞ。グラグラのみの能力来た。さあ決着をつけようシャンクス。さあ白ひげの一式も揃えて。あれどこ行った。いた出会っちゃってるよルフィと。大丈夫。さあ行くぞ。まずは先手必勝。食らえドン睨まれちまった。おらいいぞからの能力を使う。やばい来てる逃げらんない。やばい普通に死ぬ。食らえと俺が高く飛んでどうするん死んじゃう。そしてあもういきなり避けられないし来たって食らえ。いやこれ大丈夫。あ痛い普通に痛い。腰が折れた。めちゃくちゃ睨むじゃないの。重圧がわかるよ。なんて重いんだ。すごい覇気だ。おら物理なんか踊ってるってねシャンクス。おらそれなら俺も使うぜ覇王色の覇気。まずは先手必勝して OK。 睨まれたら覇王色の覇気を打って打ち返す。この覇気の力食らえ。どんなに睨まれても俺は覇王色の覇気で打ち返せるんだよ。そんな間に合わないかも覇王色の覇気。知ってた覇王色の覇気ってねクールタイムあるんだよシャンクス。あ痛いマジで痛い。おなんだシャンクスが2体になってるってあっちにもいてこっちにもいる。おいこれどっちだ。どっちのシャンクスがどっちだ。どっちがシャンクスでどっちがシャンクスじゃないんだ。こっちはやべえこっち違う方だ。2体的にしまった俺。やばいちょっとシャンクスとシャンクスぶつけてみようぜ。お前何してんだシャンクス。うわなんて絶望的な状況なんだこれは。いや無理ちょっと助けてくれシャンクス。シャンクスに襲われてるんだ俺。これが本当のシャンクスってわけね。かかってこいよ上等じゃねえかシャンクスたち。おやばいごめん本当に許してほしい。ちょ無理だからこれ何がどうなってるんだこれ。いやおいなんだそいつ。おぬるってカイドウ来たって今大丈夫か。どうなってんだ。カイドウ消えてる。どっちからシャンクス倒したい。ちょっと気持ちいいな今。おっしゃ倒したシャンクス倒したぞ。そして次シャンクスだ。うわーこっちには別の4校いる。終わった。まあでももう1人なら余裕でしょう。もう1体倒してみるか。1v1 はもうお手のものよ。でもあいつ足速いな意外と。睨まれたら覇王色の覇気を使ってお前主張強っ。今一番いいとこなんだから一番今盛り上がったとこだよ。ちなみにトレボルさんあなたには分からんでしょうね。クソ邪魔だお前トレボルが一番強いんだからこの世界だったら。おい沸いたって目の前でもう何人来んだお前誰どこ行った俺の覇王色の覇気は。どこ行ったとか拾うような感じじゃないでしょ覇王色の覇気って。食らえ。よっしゃ倒した。ハードすぎじゃないこのワールド。あやばいおい今俺シャンクス4号倒したばっかなんだって。おお金にやられた。そしてトレイボルもちゃっかりいる。なるほどなこの世界はまだ俺の知らないことばっかってわけか。それなら決めた。この世の強敵海賊たちを俺は全て狩り尽くす。そこまで俺の冒険は終わらねえぞなあカタクリ。おいおお俊敏やべえ。てかマルゴと戦うの忘れてた。